はい、こんにちは。株式会社スピーチジャパンの三橋です。今日はですね、久しぶりにというか海外旅行に来ておりましてですね、クアラルンプールですね、マレーシアのクアラルンプールのちょっとこれホテルの部屋なんですけれどもからお届けしております。ちょうど今ね、夕方の4時ぐらい、なんですけれども、外非常にいいお天気でですね、海外からお伝えしております。もうちょっとね、海外っぽいところからお伝えしてもいいんですけれども、ちょっとね、この後街にも出ようかと思っているので、そのあたりの動画も後ほどお届けしようと思います。でですね、今日ちょっとお伝えしたいのはですね、今回私がクアラルンプール来てるのはですね、経営者仲間の皆さんとですね一緒に来ております。おそらく総勢 7,80 人の経営者の集まりがこのクアラルンプールであるので、そういった集まりで来ております。で、今回クアラルンプールなんですが、これ毎回場所が違います。前回はね、京都であったりとか、去年はね、それが香港であったりとか、マカオであったりとか、上海であったりね、いろんなところであるんですね。で、内容はね、別に究極言えばね、東京でやってもいいんですけども、あえてこの海外でやるという趣旨になっています。で、なぜかということなんですね。これが今日のテーマなんですが、あなたもね、いろんなビジネスをやられていて、ビジネスパートナーという方がいると思います。で、そのビジネスパートナーと、どうやってね、そもそもこの人と組むか組まないかを決めるというところで言うと、僕一番いいのは一緒に旅行することだと思うんですよね。一緒に旅行すること。これなかなかね、関東で、例えばね、東京で出会って異業種交流会で名刺交換して、そこからお食事行ってってとこまではあると思うんですけど、その後一緒に旅行するっていうのは相当レアなケースだと思います。まさにこうやってね、クアラルンプールに一緒に来るとですね、本当に四六時中一緒にいるというような状況になりますし、もちろんご飯も食べるし、で、夜もね、本当に夜中まで、朝まで飲み明かしたりもするし、そこでもちろんね、ビジネスの話もするし、ということで非常に濃い人間関係が築けます。なのでね、しょっちゅうしょっちゅうこれできることじゃないんですけれども、この人とね、本気でビジネスやろうかな、どうしようかなって時には、僕はですね、必ず一緒に海外行きませんかと。本当に2泊3日とかでも行ける海外っていっぱいありますよね。で、これがね、特殊なところであればあるほど刺激的なので、今回私このクアラルンプールの前の日はですね、ランカウイ島にもいたんですけど、そのランカウイ島に行ってみたりね、いろんなこういう経験をビジネスパートナーと共にすることによって、本当に深い関係になりますんで、いわゆるね、ビジネスライクっていうこととは本当に真逆の発想なんですけれども、究極の僕コミュニケーションはこのね、旅行に一緒に行く、特に海外に一緒に行くっていうのが非常におすすめだと思いますので、ぜひね、あなたもビジネスのパートナーをね、選別っていうと言葉は悪いですけれども、この組むか組まないかとか、本当にね、一緒に仲良くやっていけるかっていうのが判断できるのはね、この海外に一緒に行くっていうのが一番仲良くなるのも時間が早いです。正直ね、月1回なんかお食事するよりも絶対旅行行った方が早いんでね、ぜひ海外旅行にいい仲間と一緒に行ってみてください。非常にいいコミュニケーションだと思います。はい、このね、 YouTube どんどん最近またねアップし始めておりますんで、チャンネル登録お願いします。三橋大輔というふうに検索していただければ、私のねチャンネル出てきますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、スピーチジャパンの三橋がお伝えしました。